BMP-1 はソビエト連邦が初めて開発した不評戦闘車である。BMP とはバエバやマシーナピエフォートゥイの頭文字を取ったもので、ロシア語で不評用戦闘車両の意味である。それまでの敵戦車や敵陣地への攻撃は随伴する戦車が行い、自身は兵士を戦場まで輸送して降車するまでの間に敵の砲火から防護するだけであった。 装甲兵員輸送車と違い、敵戦車を直接攻撃することのできるだけの武装を持ち、不評を乗車させた状態で戦闘を行わせることができるという本社の登場は、従来の装甲輸送車両に比べて非常に画期的とされ、いわゆる BMP ショックを西側諸国にもたらした。1950年代以末に西ドイツ、フランス両国が 相次いで開発した先駆者たちと共に BMP-1 は重武装の砲塔を搭載して戦闘に積極的に参加する能力を持ちかつ輸送する不評にも乗車させたまま戦闘を行わせることができるという不評戦闘車と呼ばれる新たな装甲戦闘車両の分野を生み出すこととなったソ連地上軍は機械化不評用に BTR-50 を用いていたが火力 防御力、機動力のいずれも劣っており、火力を強化した不評用の車両が求められていた。そこで、ソ連では1950年代の終わりから、各地のトラクター工場で各種の不評用装甲車が、試作された。1964年、チェリアビンスクトラクター工場設計局では、PP イサコフを主任設計技師とした設計チームが、新型車両の開発を始めた。 最初に試作したオブジェクト七百六十四は、車体全部に三百馬力のディーゼルエンジンを配置し、車体後部に兵員室を設けた。さらに、後方に延長したシャフトで、兵員室床下,下のウォータージェットを駆動させ、水上を気候させることが可能であった。機関室の直後には操縦士と社長が、ややシフトした状態で座り、その後方に戦闘室、さらに後方に、 兵員室があり、8名の不評が座るようになっていた。オブエクト764案は仮採用されたものの、兵員室が著しく狭いため、さらなる改良型の設計が求められた。それを受けて開発された、オブエクト765は、ウォータージェットを廃した代わりに、キャタピラの駆動で浮き行できるよう特殊なスカートを装備した。また、 エンジンを車体全部右側に寄せ、左側に操縦席と車長席を配置することで、兵員室の容積をわずかながら拡大させることができた。オブエークト765は1966年に正式採用され、BMP-1 の正式名称が与えられた。BMP-1 の最大の特徴は、走行兵員輸送車に比べ、 不評支援のための強力な攻撃能力を有することであった。手砲の 73mm 低圧格好砲に A28 は SPG-9 無反動砲と同型で最大射程は 1000m。少量の創薬で発射された後にロケットブースターで加速される榴弾及び装甲間鉄力 400mm の対戦車榴弾が用いられた。ただし、無反動砲と砲塔に搭載する。 車載法の違いから、薬莢の形状が異なるため、直接的な意味での弾薬の互換性はない。装填は自動で行われ、砲塔バスケットに40発の砲弾が格納される。もう一つの主兵装として、主砲機部に QM14 魔両とか対戦車ミサイルの発射レールを装備している。ミサイルの飛翔体は、砲塔に2発、兵員室に2発を格納しており、 砲塔状のハッチから装填が可能である。QM14 の最大射程は500から3000メートル。さらに、副武装として、主砲同軸に 7.62mm 機関銃、PKT を装備した。2000発の銃弾が1畳のベルトリンクに結合されて、格納される。なお、砲塔と手法、機関銃の上下動は、電動と手動の併用式である。 これらの武装の照準には、砲塔左側髪型に搭載された、テレスコープ照準機 1PN22M1 が用いられた。1PN22M1 には、スタジア式の即居メモリが書かれており、パッシブ式の暗視装置で、野戦能力も備えてある。また、後部に配された、兵員室には、小さな銃眼が設けられており、登場している兵士も携行している銃で発砲できる。 銃眼は、車体左右に四箇所ずつ、後部上高ッチに一箇所あり、左右最前方の二機は、分隊支援火器である、PK、PKM 用に台形をしており、残りの七機は、アカムアクスマイナス七十四用に円形をしている。後部上高ッチを除き、それぞれの銃眼には発砲した際に入、配、鞘口から漏れてくる発射炎を吸引して車外に排出するための吸気装置が備えられ、 廃炎のためにハッチを開けて、車内の機密状態を阻害することがないように配慮されている。これは、戦闘で核兵器が用いられた際に、放射能で汚染された地域でも、不評部隊を展開できる、よう完全機密状態で戦闘が行えるように考慮されたものである。これは、世界初の不評戦闘車であった、ドイツの HS-32 はない特徴であった。 車体には、分隊支援火器の PKM 用に 7.62X54 メートル MR 弾の950発、ベルトリンクが2乗搭載されており、下車戦闘時には PKM ごと持ち出すことができた。このほか、配備された BMP-1 の約3分の2には、蛍光式地対空ミサイルである QK32 が標準装備されていた。東ドイツの軍事パレードに登場した。 BMP-18 名の兵士が登場している。戦車兵姿で立っているのが、社長不評戦闘車の特徴として、不評が登場する場所を内部に確保しながら、同時に軽快な運動性能を保つ必要があるため、走行は比較的薄く設計されるが、これは生産性の低下という弱点につながる。BMP-1 ではこれに対処するため、 冒頭を含めた車高を低く抑えて、正面面積を減らし、被弾率を下げ、また、車体前面を大きく傾斜させることで、被弾軽視を良好にしている。また、この、船型形状は、水上高工時の安定性にも貢献している。兵員の乗降車に用いる後部ドアは、副燃料タンクを兼ねており、視察窓と銃眼を備える。エンジンの湯トドマイナス20エキレディーゼルエンジンは、 本社のために開発された新型エンジンで、車体全部右側に配置された。その左側には操縦席があり、オートバイ型のハンドルで操縦する。動力伝達や走行機構は油圧によるバックアップが施され、操縦を容易なものにしている。NBC 防御システムが装備されている車体の場合、すべてのハッチを閉じて、システムを作動させると外気がフィルターを通って導入され、 車内の気圧を外部よりも高く保つ。乗車戦闘を行うために銃眼を開けても、車内が陽圧になっているため、銃眼から汚染物質が侵入することを防止できる。車体中央には戦闘室があり、ここに一人用の砲塔がある。その直後に後部扉に続く兵員室がある。兵員室は中央を燃料タンクと蓄電池で仕切られ、 その左右に各4名分の兵員席が設けられている。BMP-1 で問題となった設計の一つに操縦席後方にある社長席がある。この社長席には赤外センサーチライトが付属した旋回式キューポラがあったが、ペリスコープは3個のみで、しかも右側後方の砲塔が邪魔になって、全周の視界が確保されていないという重大な欠陥があった。 1960年代の演習映像では、戦車兵姿の士官が乗車していたが、1970年代中期以降になると、このハッチから、不評装備の分隊長が飛び出して、下車戦闘する姿が映っている。しかし、この座席は、狭い通路で、後ろの兵員室と繋がっており、後部扉から外に出ることもできるので、戦闘中にこのハッチから降車する。必然性はない。 アフガニスタンで撃破され、放置されたままの BMP-1 砲塔を、図 -23 から2に取り替えた。BMP-1 現在のアフガニスタン政府軍で運用されているソ連の新型兵器としては珍しく、翌1967年には早くも赤の広場での革命記念パレードで公開され、当初、西側諸国では M1967 後に、 手砲の光径を 76mm と予想して、BMP-76 と呼称した。BMP-1 の正式名称が判明したのは1980年代になってからである。また第四次中東戦争開戦時までに、エジプト軍に230両、シリア軍に150から170両が引き渡され、実戦参加したが、従来のソ連軍装甲戦闘車両に比べ機構が、 複雑で上位の連動不足が原因で戦闘損失より故障による放棄車両が多かったという。このためイスラエルが捕獲した BMP-1 は合計100両以上が修理により再生可能であった。防御力においては車体サイズの割に重量が軽いことにより当初より疑問符がついていたが RPG の直撃に耐えられないのはもちろん車体上部のエンジン区画や 兵員室側面の銃眼付近の装甲は、イスラエル軍やゲリラ側が使う 12.7mm 銃機関銃や 14.5mm 大物ライフル程度にも貫通されることがあった。そのため、磁気モデルの BMP-2 を含めて、該当部位にボルト止め増加装甲が取り付けた車両も多数存在する。また、中東の炎天下では密閉した車内が高温となる、ため、 常にハッチを開けたまま行動する車両も多く、被弾時の損害をより大きくした。主兵層の 73mm 低圧滑好砲から発射される砲弾は低速で、往復の影響を受けやすいため 500m 以上の命中率は50%と著しく低く、最大射程 1500m ほどの重機関銃にアウトレンジされる始末であった。 また、手砲の行革が33度までしか取れなかったため、近距離で高所に人ドル的には、効率の良い攻撃が不可能だった。対戦車ミサイル QM14 魔竜とかの再発射には、停車した状態で、わざわざ砲塔から砲手紙を乗り出して、飛翔体をレールに装填した上で4枚の翼を取り付ける必要があった上、 QM14 魔竜とかの飛翔速度は遅く、発射時には大量の噴煙を出すため、位置を露呈させることになった。こうした武装を有する低平な砲塔を操作するのは一名、のみであり、砲手の負担も大きかった。こうした問題から、高角度への有効な攻撃手段を確保するために、現地改造で砲塔の QM14 魔竜とか、発射機を AGS-17 自動的弾発射機に、 取り替えたり、兵員室の屋根に2倍と旧自動迫撃砲を装着したりして対応した。試作車両に比べて拡大したとはいえ、全高が2メートルに満たない、兵員室は窮屈で、長時間車内に登場することが苦痛であった。さらに、ベトナム戦争におけるアメリカの M113 同様に、地雷により、車内の不評に大きな損害が生じたため、実戦においては、 兵員は、砲塔後方にこのして、アフガンゲリラが攻撃してきたら、散開して反撃するという、本来の、走行に守られた状態で、乗車戦闘を行う、というコンセプト自体が消え失せてしまった。BMP-1 は、画期的な車両ではあったが、高すぎて、ソビエト軍でも配備がままならず、従来の装甲兵員輸送車と、並行して装備されることとなった。また、 戦術した通り問題が続出したため、後継の BMP-2 では、砲塔が社長と砲手の二人用に大型化、後部ドアの燃料タンクの廃止、対戦車ミサイルを QM14 から QM113、コンクールスへ換装する、などの改善が試みられたが、ヨーロッパ地域での西側陣営との気候戦を想定して設計されたために、抜本的な見直しには、 BMP-3 の登場まで待つ必要があった。BMP-1 はソ連の友好国に対する輸出も行われ、現在でも旧ソ連諸国など多くの国で現役である。1980年代に入ってからはソ連の友好国ではなくなったエジプトから手に入れた中国でコピー生産も行われ、中国から入手したイランでもコピー生産された。 アフガニスタンにおいて本社を旅客したムジャーヒディーンは、砲塔を撤去して、ジマイナス23から2対空機関砲を搭載した現地改造系を製作しており、ソ連軍との戦闘やソ連軍撤退後のアフガニスタン内戦において使用している。大量かつ多数の国で運用されたため、ソ連だけでなく個々の運用国で多くの派生型が開発、生産されている。BRM-1K カナダ戦争博物館の展示車両ポーランド陸軍の BWP-1 ポーランド軍での名称。基本的には、原型の BMP-1 と同仕様だが、近年では BMP-1P に準じた回収が行われたほか発煙弾発射機が追加されている。BWP-1M このか 近年ポーランドでは 40mm 機関放送日の新型砲塔に換装した BWP-40 新設計の車体上部に新型砲塔を搭載した発展型である BWP-2000 など独自の改良型がいくつか試作、計画されている。OT-90 チェコのバップ0 2 6工場による走行兵員輸送車型。 ヨーロッパ通常戦力条約に対応するための策で、砲塔を OT-64 装輪装甲車の KPVT-10 機関銃装備のタイプに交換。ラブ -25 や c v 9 0と同型の砲塔と、乾燥する案、ユナイテッドディフェンス車製の 25mm 機関砲、搭載砲塔、イタリアのオートブレーダ製 60mm 砲、搭載砲塔。 25mm 機関砲を搭載した TC25 砲塔、ポーランドのタルナウ社製砲塔やポーランド製の 23mm 機関砲、72mm 無反動砲装備砲塔などの砲塔関数案がある。86式不評戦闘車外見は BMP-1 と同一中国北方工業工師による BMP-1 のコピー車両。原型は1 9八十年代に エジプトから入手した。対戦車ミサイルも QM14 ュート化のコピーである HJ-73 荒や73を装備する。ありがとうございます。